アート驚く美術チャンネル、福本秀美術館、どうも、阿部でございます。いやー、びっくりすることってありますよね。中世、まあ5世紀から15世紀ぐらいですけどね、西洋では、なんと、教会の教えが厳しくて、笑顔というのは、肉体の快楽の一種として、悪しきもの、悪いことって言われてたそうなんです。え、笑顔か？はあ、びっくりですね。まあでも考えてみたら、例えば聖書のお話、キリストとか、キリストのお母さんのマリアが、なんかこう、笑顔で、ってあんまり見たことない気がしますね、そういった絵は。なんかこう、高い高いとかして、みたいな、大笑いみたいなのも、ない感じしますね。真面目なのが多い感じがします。時が進みまして、17世紀になりましたオランダでも、やっぱり笑顔というのは恥ずかしいものと言われてたそうなんですよ。ところが、その時代、オランダで笑顔を描いた画家がいました。笑いの画家と言われるフランス・ハルスという人でございますね。いいですね。ちょっとお笑いな感じしますね。なんていうかこう、オランダなのにフランス・ハルスみたいな。ね。なんかこう、広島の山口さんみたいな。どっちみたいなこうね。宮城の福島さんみたいな。大分の宮崎さんみたいな感じですか？まあそれどっちでもいいですけどね。フランス・ハルスの絵見てみましょう。はい。庭園の夫婦。やっぱり笑顔っていいですよね。こうやって見ると、まあ、絶対お金持ちの人ですよね。ご夫婦結婚記念に書いてもらったっていうね。お金があるからこういうの書いてもらうわけです。なんか嫌味な感じがしないですよね。ツンとしてるより全然こう祝福したい感じがしますね。笑顔を書いてますけど。笑顔って書くのが難しかったそうです。確かにね、一瞬の表情ですから。怒ってる時とか泣いてる時に比べると、笑った時ってほんと一瞬だから、それを写真がない時代によくぞ捉えてたなと思うんですよね。写真でも難しいですよ、笑顔を撮るのって。まあ、我々もね、よく公式に写真を撮ることがあるんですけど、難しいですよね。うまいカメラマンだったらこう、なんとなくの時はパッと撮ってくれるんですけど、なんかこう、あんまりうまくない人はこう、はい、笑って笑ってって。でね、こっちもだんだんこう引きつってきて、もっと笑ってみたいな。もっと笑ってって。なんかこう、全然目が笑ってない写真が出来上がったり、する方がよくありますね。まあこんな感じのね、写真も出来上がったりするわけですけど。写真でも難しいのによくぞ絵でその一瞬を撮られたなと思いましたね。もう一枚見てみましょう。陽気な酒飲み。これはまたなんというかもうこう上機嫌。ちょっともう酔っ払って、もうタイトル通り陽気で。こう白ワインをこう、お前もう一杯飲めよ。何書いてんだよ、俺の顔を。みたいなのがこう伝わってきますよな。よくぞそこを切り取ったな、って感じがしますね。というわけでございましたね。なんかちょっと楽しい気持ちになりたいな、って時は、まだまだ笑顔の絵はいっぱいありますから。オランダのフランス・ハルスさん、ぜひ検索して見てみてください。学術的な裏付けはありません。ね。美術の解釈には諸説ありますけど、美術好きの一人ごとでございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。また見てください。どうもありがとう。笑ってる？